ンのゆうぽんです。今日はお台場にあるジョイプラスに来ました。ちょっとね、今までね動画とかで忙しくてなかなかいろんなとこに行けなかったんですけど、今日はねアトラクションとかで遊べるのでめっちゃ楽しみです。そしてなんとどうも来たことないです。初体験です。あ、そうなの。だからね、ホームページとか見て、結構お勉強してきました。で、そして日本国内最大級の屋内テーマパークで、なんか絶叫のコースターとか、ね、VR アトラクションとか、そう全部20種類以上アトラクションがあるんだよ。でね、今回は屋内なので、この暑い夏とかでも、あと雨の日でも、お天気はね関係なく遊べちゃいます。でね、早速行ってきましょう。おー、あキャラクターはシルバーとブレイムになっていきます。ゲーム中こちらのキャラクターが走ってくれますので名前を覚えていきましょう。さあ、まずは 100m 走からになっていきます。瀬戸どう走って、頑張って、さあもたして、もたして、さあもうちょっと前の方で頑張っていきましょう。さあ、また押して、また押して、押して、さあもうちょっと最後まで頑張って、さあもうちょっと、まずはアピールタイムに入っていきます。さあ、タイミングよく黄色ボタンを押して観客を煽っていきましょう。さあ、押して、さあ、こんな感じで入っていきますよ。さあ、ボタンを押して、押して、もうちょっと早めるんだから押して、押して、押して、さあ、助走つけて走って、さあ、白い線のところでボタンを押してジャンプです。最終結果は前の画面に出ていきますので、そちらご確認ください。
わーい。さあ、それでは表彰式入っていきます。さあ、何歳のソニック？奥田です。第2位がデニス、奥田です。そして第1位がまあ、1位っていうのはすごいありがたいなと思ったんですけど、ぽんちゃんさん、ぽんちゃん8位とかそういうことじゃなくて走り方なんか途中でさ、今もう一回やったら多分また1位取れると思います。あ、1位取れるようになる。1位取れると思います。でもさ、走ってる姿さ、バグルマ押しのばあちゃんだったこうやって押してて、ばあちゃん大丈夫かな、走れるかな、嘘をね一応コツが分かったんで、多分もう一回やったらいけます。うん、何回でもチャレンジできるんでね。うん、ぜひ皆さんやってみてください。そして次乗るのは The House of the Dead。 ボーボーそうです、これはね、ゾンビを倒すゲームです。なんか普通のゲーセンと違って画面が1個じゃなくて2個あって。あ、そうなんだ。なんかね、前と後ろにこうやってね、方向を変えてるらしい。え、すごい。だから結構普通のと違う。じゃあ早速行ってみましょう。得意こういうゲーム。でも好きだよこういうの。好き。結構生き残りそう。あ、でもいつも先に死んじゃうかも。マジで。シートベルトを着用。緊張してきた。はーい。イエーイ。The year is 2003.Losing contact with her partner James, Kate is left. Behind you! Gotta take him down at the source. Come on! Come on! Keep moving! なんかね、ゾンビがめっちゃ襲いに来るなと思って結構多かったよね。吹っ飛んでくるときめっちゃびっくりした。武器がさ、なんか飛んでくるんです。なんかドラフィカーみたいな、あいつらを倒さないと私たちに明日はないの。でも楽しかった、もうあるの。ね、あるたびに2人で私たちに。そして続いてはフォロー、ウィーン。これはね、なんか映像を見ながらなんか乗り物に乗る回数なんですよ、確か。あ、楽しそう。結構風とかもあるから楽しいんだけど。じゃあ行きますか。行きましょうか。即将游戏票到游戏护照。こちらのアトラクション恒例の挨拶があるので、はい、私がお二人にこんにちはと呼びかけますので、右手を上げてワイルドと叫んでいただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは参ります。こんにちは、ワイルド。では安全バーワイルドに下ろしてください。せーの、はい、ワイルド。ワイルド。今から空を飛びます。空で羽ばたいたことあるかい？ないよ。ないのか？ないよ。羽ばたいてみたいと思ったことはないのかい？いつも飛びたいと思っている。はい、お二人ともワイルドウィングのプラスとします。カタパルトは準備 OK だ。上がってきてくれ。お、準備ができたようですね。それでは出発です。どうぞワイルドウィングいってらっしゃい。怖い。ワイルドラッシュです。落ちる。それではブラストラッ
ちゃんで頑張ってください。みさきちゃんです。そして可愛いキャバ嬢のお姉さん、中ではみゆちゃんで頑張ってください。あ、漢字一緒だ。みつなぎに、はい。夜の世界なので、こんばんはを使うんですが、こんばんはのはとビジョン面接の美をかけて、こんばんびーって挨拶使うので、一緒にやってください。いきますよ、せーの。こんばんびー。最高です、ありがとうございます。カードをここに置いてください。はい、では見せてもいいですか。はい、やってみましょう。スリム座りましょう。みさき頑張るよ。こんばんびー。こんばんびー。どうもらよ。私がちまめるから。私たち姉妹なの。私たちの面接は厳しいのよ。イケメンしか興味ないし、可愛い子しか合格できないよ。素質をじっくり見せてね、ベイビー。頑張ります。そろそろ遊びはおわそろそろ始めましょうか。面接スタート。まずは性格について聞かせてもらえれば。そうですよ。もう見る人の条件は条件ルッチ。ルックスでしょ。悩ましくない。結構ルックス選ぶのよ。いや、うちは性格だな。おあんた分かってるじゃない。年齢は大事よね。大事よ。ありがとうございます。優しさ目指します。姉さん、コール。何パーセント本当だと思うっていうことだね。うん、ちょっとこれかな。つまんない。信じたら私は5回も来たし。私10年もせなかった。いや、ありえない、ありえない。ちょっとわからない。それじゃ。マヨ。マが。もう人生のこれは何が恥ずかしいかとかね。よだれかな。あの、よだれきついかもしれない。いや、他に見られたらちょっとやだ。嫌だな。真面目な顔してるけど。まずは全開の。ミッションはそんぐらい。まあ。お疲れ。あ、落ちた。あ、パチパチパチ。イエーイ。次は、最新面接は個人撮影。カードを持って移動するのよ。忘れないでね。みさき行ってきます。待ってろ。じゃあ、みさき行きます。ようこそ、私たちのプライベートルームへ。最終面接よ。いろんなポーズに合わせて自分を表現してみなさい。私を超えるぐらい
ババーンとね。早速始めるわよ。まずは正面撮影するわよ。背筋伸ばして正面向いて3、2、1。穴ないわ。ゲーないわ。3、2、1。くるっと3、2、1。いいね、もう完璧じゃない。おいじゃん。その瞳にずっこいよ。待って、そこしかないじゃん、考えてるところ。笑っちゃった。お疲れ様。おー、それ可愛いよね。それ一番。これ一丁目。それベストね。一番可愛い。ありがとう。それじゃあ、みさき。あんたよ。合格。よっしゃー。期待してるわ、ベイビー。ちー。頑張ります。背筋伸ばして、正面向いて。やだ、うなー、うなすぎ。でも、言われてちょっと口から見てるよ。2、1。3、2、1。やばい。3、2、1。すごいな。2、1。分かんなかった。これ、この女性がいるのが本気に見せな。怒られた。すいません。最後結構好き。よっしゃ、ポンちゃん選んでくれたからこれにしよう。いや、これで面接は終了よ。お疲れ。いよいよ合否判定。合格。おめでとう。新宿だよ。明日からよろしく。新宿だよ。新宿だ。お疲れ様。見事合格おめでとうございます。さあ、それでは配属店舗発表させていただきます。まずは美咲ちゃんから参りましょう。美咲ちゃん、クラブレディ配属のプリティーウーマン、おめでとうございます。すごい、クオリティ高い。やばいね。やばい、クオリティ高い。クオリティ高いって。さあ、そして続いてみゆちゃん、おめでとうございます。クラブプリンセスに配属になりました。クラブプリンセスの歌舞伎町のプリンセス、おめでとうございます。やった、歌舞伎町だ。歌舞伎町だ。一人だけガチだよね。歌舞伎町でめっちゃガチ。あ、色も違うんだ、うん、なんかね、その多分系統が違うとプリントも違うみたいな。ね、そう。なんか下に乙女度とか、なんか全部デビルドとか混ざってたりとか、うん、タイプとかも載ってますね。綺麗かな。ぜひみんなもやってみてください。ではお店でお待ちしております。お待ちしております。じゃあ2名様ご案内させていただきます。はい、はい、ポケットの中アルファやつはどうぞ。ちょっと頑張ります。生きて帰ってきます。ポンちゃんが漏らさないことを願います。さっきからずっと言ってる。頑張ってきます、とりあえず。てか、うん、楽しんできます。うん、待って、上がるね。私は十分楽しんでいきたいと思います。怖がらないで頑張ります。楽しい。楽しい。意外とね、怖いって言って楽しかったですよね。ね、わかんない。絶叫で。ね、最初だけなのよね。そう。きっと楽しいはず。さあ、それでは、ご覧いただきたいと思います。Yeah!
以上、最後の踊りだ。お疲れ様です。コンプリートです。でも楽しかった。では一旦足場で上がりますが、このままお待ちくださいね。すべてスタッフが喉が疲れ。怖かった。怖かったよ。ちゃんとカメラ構えてたね。頑張ってた。ちょっと涙出ちゃった。作業しすぎて出ちゃうね。でも楽しかったです。楽しかった。さっき終わった直後にどうだったって瞬間もうずっと涙ぐみだ。楽しかった。ちょっと映像あるか分かんないけど。あでも楽しかったです。本当にめっちゃ点数どのぐらいいったんだろう。なんか3000マジで400点ぐらい。そんぐらいいった。結構いってたよ。おお。だって途中でさ、回転ずっとしてたじゃん、止まらずに。すごかったよね。すごい。さっき怖かった。いや怖かったんだけどね、めっちゃ楽しかったです。だから怖いし、でもジェットコースターより怖くないでしょ。うん、怖くない怖くない。だから誰でも乗れるはず。うんうん、乗ってみてください。頑張って。お疲れ様です。
も来る。あ、やべえ。怒りに手をかざすの。またな。バイバイ。皆さん、ご無事だったようですね。それでは、こちらのワリエドはご無事だったようです。いや、妖怪ってやっぱいいなと思った。妖怪一番好きだもん。ずっと名前とか言ってたもんね。あれあれな、あれあれ。そうでもさ、なんか仲良くなろうとするんだよね、妖怪ちゃん。なんかこの悪者の妖怪みたいにいるわけですよ。はい、あ、やばい、手振ってるっつって。ちょっとなんかパントマイムとか言って。なんかね、可愛くでもね、大きい音がちょっとびっくりね。てかなんか動くと思わなかったよ、椅子が。だからあれやばい、転ぶわこれと。あーっと立ち上がる。めっちゃ楽しかったです。楽しかったね。はい、ということで今休憩中でございます。はい、ここねテラスなんだってね。ね、すごいいい。レインボーブリッジが見えるんですよ。おお、どこに手振ってるの。レインボーブリッジ振り返さないよね。でね、なんかね、ここのなんか美味しいスイーツがあって、うん、ここ今私たちの手元にあるこれなんですけど、アイスです。これディッピンドッツっていうなんかこう玉ころの形になってるアイスで、これがねお台場レインボーっていう味で、なんかここでしか売ってないんだって。食べましょう。食べよう。でさっきからさ、美味しそうっつって言って。もうすごいよね、ちょっと食べてみたかった、こういうの。いただきます。はいよ。うん、食感がいい。マジ？うん。つぶつぶで、うん、冷たくて食感がなんだこれ。それをさっぱりさっぱりさっぱりするやつ。さっぱり。なんか味はね、フルーツっぽい。フルーツとラムネ。うん。の味がして、なんかねそのボール感が滑らすようにこう削れるように。噛むっていうか、なんていうんですかね、感覚を、食感を、うん、思ったんだけどさ、うん、これアイス全然溶けないね。うん、なんか気のせいかもしれない。気のせいかもしれないんですけど、うん、そんなに溶けない気がする、うん、ね。こぼした。めっちゃこぼしたの。こぼしちゃったの。こぼしちゃった。出ました。しかも何色。あ、ピンク。そうね、ピンク。それやったら染み込むかもしれないよ。なんや、なんだか、そういうことか。なるかな。でもさ、夏休みさ、もう全部今日結構回ってきたじゃん、うん、めちゃくちゃ楽しくない、うん、日焼け心配する必要もないしさ、雨も心配する必要もないし、暑さも熱中症にもならないけど、動いたら体のとこ水分取ってくださいね。ちゃんと言うちそうで、こういうアイスもあるし、なんかこれ以外にも、ね、ちゃんとご飯もあるので、うん、なんかチルとするかな、うん、普通に美味しいやつもあるし、普通に夏休み全然おすすめしたい。うん、ぜひ。でも初めてポンちゃん来たの楽しいんだもんね。うん、あ、かっこいい。まだ来たことない人でも、私、まあ、20歳超えてるんですけど、20歳の人も全然楽しいし、高校生でも楽しかったです。うん、だから誰でも楽しいので、うん、全然お子さんの方でも、あの小さい子供とか一緒にこう楽しめるアトラクションとかあったんで、絶対ね、行けるよね。うん、うん、ぜひ行ってみてください。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、皆さんもお台場の東京ジョイポレスに遊びに行ってみてください。今日ジェニーちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、おつぼんで締めます。はい、せーの、おつぼん。にゃーにゃー、いけないか。いやー夏